返事をありがとう。先日の嵐の夜の会談についての僕の手紙が大変君の気に召したようで嬉しいと思っている。君のご意見によれば越後獅子こそ当代稀に見る大政治家で、あるいは有名な偉い先生なのかもしれないということであるが、しかし僕にはそのようには思われない。今はかえってこのような高官無名の民衆たちが正論を吐いている時代である。指導者たちはただ輪を食って右往左往しているばかりだ。いつまでもこんな具合では今に民衆たちから置き去りにされるのは明らかだ。総選挙も近く行われるらしいが、変な演説ばかりしていると民衆はいよいよ代議士というものを馬鹿にするだけの結果になるだろう。